ウェジャン TV へようこそ、今回の動画ですね、モンスターハンタークロスですね、リオレスでシンモーションの狩り技ですね、総中高とチャージアックスが出てきます。それではどうぞ。そうですね、なんか派手派手な総中高ですね。見た目はラージャンっぽいし、入学生のこれ来たんちゃう、あれなんだこれ、こっち行ってんの、ちょっと仕様がちょっと変わってますね。誰のこっち行ってんの、なんでこっち行ってんの。はい、ため切りがでないな。これ小島くん、ちなみにさっきから使ってスタイルは、やっぱあこれはそうですね、装置ポーンがいいよね、やっぱジャンプがスタイル、スタイル武器ですか。ちょっと僕のは装置ポーンは何か、あのね、先ほど小島がやってた時もいろんな行動があったと思うんですけど、あれでもスタイルによって変わったりとかしますので、あスタイルによってね、はい、今回ギルドスタイルとエリアルスタイルっていうのはジャンプ、先ほど僕がしてた、はい、ジャンプの軌道が違ってモンスターにジャンプもう一回高いところを攻撃できるというのがありますので、ぜひとも試しながらプレイしていただきたいと思います。2回行っちゃってるのが前に時間ないんだぞ。5番だね、5番、うん、なんでさっきの小島くんが使ったっていうから、この卒中痕は何の素材を使った卒中痕なんですかね。ちょっと画面が暗いからな。あ、モンスターの方は表示されてるんで、そこに向かっていただければ、はい、行ってますけど、そっちね、分かった、うん。一番私が気になるのはこの虫のエキスの下に青いゲージが、ああもうなんで消えちゃうんだよ、はい、この青いゲージあるじゃないですか、これが何なのか気になりますね。もしくは回復するガチンだってピューンってカメラ引いて寄るみたいな感じあるじゃないですか、あれを呼び覚ますための貯めてある道具なのかはまだわかんないですけど、多分レース竜属性ですね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、今行くんで、神業だけでも見たい、神業見たい、たまったら言ってくださいね。で、この森岡ステージもですね、赤いキス、黄色いキス結構追加で入ってまして、ほんま立体的な攻撃、今行くから待ってろ、たまったらエキスが溜まってるってことかな、違うね、カリとちゃんと両中を使ってますね、すごい、まだたまらん、まだたまんない、まだたまんない、残り2分です。お願い、カリ技だけでいいよ、いける、カメロン、もうカリ技使った方はちゃんと罠ですね、そうですね、とりあえず一回罠置こう、まだ行きますか、攻撃したいから見入ってしまった、見入ってしまったよ。さっきの見たところで、このチャージアックスは、ゲリオス、クソドリのクソドリ第 2期生ですね、ブドックに続くクソドリ第2期生のやつですね。また武器いつの間にか変わった、ジャンプジャンプ、自分がね、理解してるチャップですね、止まったらこういうゲージが鳴るんだ、面白そうやね。お、来た。これはですね、はい、自分の周りにこう虫を集めてですね、これでもダメージ与えてる、うん、やっぱ武器によって違いましたね、違うね、はい、行きましょう、こっち問題です、溜まってますか、いわゆるスタンドですね、スタンドですね、名前がこんなスタンドいましたよね、レザーアレクトじゃねえ、何かいましたね、上横にモハムって言いました、ドラゴンボールのさ、元気玉にも見えない、見えない、あーっそたまんない、
ゲージ溜まってます。溜まってますか？なんで溜まってないの？あと2ミリある。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。溜まったら見せましょう。そうですね。ちょっとハンター2の方です。今溜めてます。来た。溜まったの？チャージって書いてあるね。はい、攻撃。あの罠にはめて攻撃で。罠。よし。エオさん行っちゃったんじゃないこれ？エリチェンしちゃったんじゃない？何？じゃあレウス以外でエリアチェンジですね。はい、いなくなったわけね。一番ダイヤ、ソライヤの中で一番めんどくさいやつですね。もうちょいなんですけどね。さあ追っかけましょう。あ、いた。チャージが切れないんだ。これもちょっと研いだ方がいいです。うん、研ぎましょう。弾かれてます。だってこの子に弾かれるようじゃもうレースが無理です。この子に弾かれるよ。今あれだ。違う、チャージアップスの今ゲージが溜まってるんですね。ゲージ溜まってない。向こうに弾くんだ。よし、ちゃんとチャージしなきゃ。おお、素晴らしい。どうです？溜まり具合は。おい、誰だ今攻撃したやつ。あと1ミリ。あと1ミリ。1ミリ埋めるの大変だな。アイルじゃない？あれ？アイルに先ほどされちゃった。そんなに殺意だか。ゴーちゃん、本当にあと1ミリ。あと1ミリ。あれ？ちょっと待って。あれ？これ、まだ光ってないですね。赤くなった。まだ、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 どこが鳴ったの？よし、締めろ。いけるか。今、スイッチ。今決めました。決めてもらいました。武器が赤くなったっていうところなんだね。はい、はい、ということで、あとですね、何かありましたら見ていきたいと思います。さあ、